近い心理学。それではラジオネーム精神科医丸崎丸木さん、ありがとうございます。もう精神科医ママでで大体わかりますけど誰から来たのか。このタイプはお一人しかいませんからね。あと精神科医って一旦貯めた時点でわかりました。あ、精神科医か内科医のどちらかっていう可能性ですからね。そうですね。いやだから第3の精神科医から来られるとパニックになってしまいますからね。その時はね、どこを不正人してもらいましょうね。はい、いつもありがとうございます、じゃあ今回のお便りですが、テレビや YouTube で見ている人にまるで友人のような親しみを感じることについて教えてくださいというお便りですね。なるほどですね、ありがとうございます。はい、親しみを込めてみてください。登録者数5人減りましたね、今ので。マジか、減ったんだ。それはちょっとショックだ。いつもと違うことをしてほしいわけではないんですよ、その親しみを感じてる人たちは。どうしてほしいね。いつも通りのことを続けていてほしいと思っているのですよ。まあ、いつも通り安心しますからね。人間にとって変化はストレスなので。そうですね、変化しないで、定時で配信し続けている人に安心や親しみを覚えるのです。なので岩野さんの今のやつはちょっともうアウトですね、 YouTuber としては。アウト宣言されたんですか、私。 OUT でアウトですね。 OUT じゃない、まんまじゃねえか。どこも省略してないよ。省略してないです。頭文字かなと思ってくださいもうそんな変化あれ、心理学的にはなんかあるんですか、岩野さん的には。これは結構古典的じゃないですか。なんか単純接近効果とか言い出さないですよ、まさか。いやー、言わせてよ。それ言いたいやつだから。言おうとしてた。それ言わせてくれなかったら俺マジでやばいよ。まあ、いつもちょっとそれ言ってもらった上でもう一仮説くらいちょっと言ってほしいですけど。単純接触原理っていうのはですね、接触頻度が高い方が、相手のことをですね、親しみを持って感じるという、まあ、古くはですね、レオン・フェスティンガーという認知心理学者がですね、あれどうだったっけ、 MIT か、第二次世界大戦後のその大学に復学した人たち向けのアパートの研究から見つけたやつなんですよ。でそれだとその2階建てアパートの隣に住んでるとすごく仲良くなるっていうことがあってて、で他のアパートでもそうだったから、まあ、どうやらこれは距離が近かったり接触する回数が多いと仲良くなるっていうことだと、まあ、そういうふうに考えて始めたのが、まあ、その研究なんですけど、まあ、YouTube もやっぱり見るわけですから、あ、またいるっていうね、そういうなんか接触頻度が多いので、はい、多分親しみを感じるんじゃないかなという気はいたします。なるほど。結構古典的な話なんですよ、そうすると。社会心理学とかの分野ではね、もうかなり鉄板的なやつですよね。やっぱりあれか、毎日配信してると、毎日会ってる感じになって、で、それが親しみにつながってくるっていう、そういうことなんですかね。そういうことだと思いますね。登録してるとやっぱね、動画上がってきますから。それはあれですか、こんなおっさん2人でやっても親しみを感じるっていう、そういうことなんですか。それはですよ、おっさんだろうとお嬢ちゃんだろうと同じだと思いますよ。あ、同じですか。はい、なんなら犬でも。犬でもそうだね。はい、あ、そうなんだ。まあ、もちろんそれ以上にね、なんかこう好感を持たれるとか類似なところが多いとか、まあ、そういうのがあればよりまあ親しみは感じますけれど。岩野さんとの類似というとなんかどういうのですか。メガネかけてるとか、ヒゲ生えてるとか。人類枠広いなそれくらいで言うとまあ似てるじゃん、黄色人種だろうしさ、見てる人の多くは。まあ、でもその方々が見てる YouTuber の多くがそうだと思うんですけど、うん、中でも親しみを感じるみたいなのってあるんですか。中でも親しみを感じるは何だったかな。まああれですよね、似てるところが多いとか、うん、あとは何だったっけ、線香度の研究だったら、あれ
おっさんだからね、なんだろうね、あ、自分よりなんかあの脅威を感じない、あの上だと思わないとかもあるかもね。そうか、じゃ岩野さんに脅威を感じてないってことですかね。岩野に脅威を感じる必要はないでしょう。確かになんか毎度怖くないよって言ってるから大丈夫ですよね。そう、怖くないですよ、ヒゲのおじさんですから。なんかナタ持ちながら怖くないよって言ってるって昔よく言われてましたけど、意味でしょ言ったの。怖くない怖くないよって言って振ってる手になんか鎌持って歩いてるみたいなことよく言われてましたけど。いや、刃物は怖いだろ絶対。怖いっすよ、ナタも鎌もダメだよ、全部ダメです。で岩野さん見るとそれをなんかやっぱり連想してしまうんですよね。ここに持ってるの。持ってるの。もうなんかいつでもシェイクハンドできるように、あれ手には何も持っていないよ。報復状態ですね、それは。あ、撃つな撃つな、こっちは丸腰だ。なんでそんな犯人的な扱いされなきゃいけないんですか、私は。バチコイ心理学。岩野がやっている認知行動コンサルティングオフィスでは、研修の講師や個別のコンサルティングを受け付けております。詳しくは概要欄から、ぜひ。